影疲れた。なんで私が CM なんか。別に出たくなかったのに。大変だったけど楽しかったね。大臣もセットの裏まで見て回ったりしてさ。あれはゲームプレイのためっていうか、あ、先行プレイあるんだよね。一緒にプレイするの楽しみだね。大臣衣装もすっごく似合ってたし、メカニカルエンジニアってあの世界にぴったし。スチームパンクといえば蒸気機関と機械だし。うんうん、大臣あの街で大活躍しそう。それはプレイ次第っていうか、ま、技師の格好してるからね。次回ウマ娘プリティダービー、鉄翼蒸気機関。早秀がスチームパンクの本読んでて準備バッチリそうだった。安心だね。花から頼る気満々すぎ。導入 VR 生まれーター。にゃー、 VR 生まれーター。理事長さん、この3機の鉄の棺のようなマシンは。解説しましょう。 VR 生まれーターはトレセン学園のウマ娘のために開発されたレース用シミュレーターなんです。芝、ダート、両馬場、重馬場、どんな条件のレースコースでも再現可能なんですよ。へえ、ありとあらゆる条件を再現できるなんて便利なのね。シミュレーターなんだ。てっきり私専用のお昼寝ポットかと思ったよ。さらに提携した様々なオンラインゲームに接続し、ウマ娘のまま遊戯が可能。この機能により愛するウマ娘たちを魔法の国、 SF、 サイバーパンクなどあらゆる世界に送り込むことができる。理事長、あの機能はいろいろ無理があるってあれほど反対されたのに。それでもトラブル覚悟で実装したんですね。無論これもウマ娘の素晴らしさを広めるため。つぎ込んだポケットマネーは不完。火の車。おお、走るだけじゃなくゲームもまさに至れり尽くせりです。おお、大感動。この VR 生まれーターはかのようにウマ娘たちの新たな力、新たな絆を紡ぎ出すもの。今回は予期せぬ起動となったが、もっかさらなる世界とコネクトできるよう開発進行中。にゃー。え、この機能やっぱり拡張予定なんですか。また暴走救済のプログラム仕込んでおかないと。強制停止なんて危険だから許してくれそうもないし、今回は伝承にしたから次は。何か言ったか、マズナ。いえ、独り言です。まあ暇つぶしにはいいかもね。次回もこうご期待ってことで。